2回の表キャッチャー木村拓哉見事0点に抑えました。皆さんこんにちは。かつて広島と巨人で活躍した木村拓哉選手、多くのファンや選手、さらに監督からも愛された人格者でした。引退後は巨人のコーチとして選手を見守っていましたが、2010年4月2日にマツダスタジアムで行われた広島戦の試合前のノック中にくも膜下出血で突然倒れ、病院に搬送され、4月7日そのまま帰らぬ人となりました。あれから13年、今もなお多くの人々の記憶に残る木村拓哉さん。一体なぜこんなにも早く亡くなったのか、また木村さんはどんな人だったのか。その早すぎる死から13年経った今、改めて木村拓哉さんについてご紹介します。 SMAP の木村拓哉さんと同姓同名で、しかも同級生ということから仲が良かったという木村さん。野球界のキムタクとして球界屈指のユーティリティプレイヤーとして活躍しました。木村さんといえば広島か巨人のイメージがあると思いますが、実は最初に入団した球団は日本ハムだったりします。最初は捕手として入団するも、後に外野手に転向、そして1994年のオフに広島にトレードで移籍し、徐々にブレイク。俊足高打に加え、内野や外野どこでも守れるユーティリティプレイヤーとしてレギュラーを獲得しました。しかし2004年には腰や足を怪我し、出番が激減。出番を求めてトレードを志願し、広島側はそれを受諾。2007年に巨人にトレードされます。年齢的にも晩年という状態だった木村さんですが、ここで大きな活躍を見せます。数々のポジションを守れる上に、代打としても仕事ができる木村さんは原監督から非常に重宝されました。特にファンの中で今でも語り継がれているのが、急遽捕手として出場しチームを救ったことです。2009年9月4日東京ドームで行われた対東京ヤクルトスワローズ17回戦、巨人の先発はセス・グライシンガーのため、相性を考慮して先発捕手は鶴岡和成選手、正捕手の阿部慎之助選手は一塁手として先発出場しました。阿部選手は7回表の守備で途中交代、鶴岡選手も8回裏に木村さんが代打に起用されて退き、9回表から唯一残った捕手である加藤健選手が出場。木村さんは二塁の守備についていました。試合は9回裏に巨人が同点に追いついて延長戦に突入。しかし11回裏に打席に入った加藤選手が頭部に死球を受けて退場し、次の12回表を守る捕手がいないという緊急事態になったのです。そこで広島在籍時に捕手経験があった木村選手に白羽の矢が立ち、原監督は捕手起用のために木村さんを探します。実は木村さん、加藤選手が退場する前から出番を感じたらしく、すでにブルペンに行き、取り慣れていない変化球を補給する練習を行っていたというのです。ただキャッチャーミットは持っていなかったので、一番柔らかかったからとして鶴岡選手のミットを借り、チェストプロテクターやレガースなどはブルペン捕手からそれぞれ借りて、急増捕手としてグラウンドへ出ました。捕手としての出場は広島時代の1999年7月6日の横浜12回戦に同じく急増捕手として出場して以来10年ぶりでした。そして捕手としてきちんとサインを出し、投手をリード、結果無失点に抑え、木村さんはその役割を見事に果たしたのです。原監督はベンチを飛び出し、戻ってきた捕手木村拓哉に抱きつくように何度も肩を叩いて活躍を称えました。このシーンは今も語り継がれる名シーンとなっています。こうしたこともあり、原監督から絶大な信頼を寄せられた木村さん、コーチ打診したのも原監督で、当時チームの若返りのために木村さんに引退とコーチ就任を出し、木村さんは納得と理解を示して2009年に引退し、2010年から巨人の一軍内野守備走塁コーチに就任しました。ですが悲劇は突然襲いかかります。2010年4月2日17時40分頃、マツダズームスタジアム広島で
対広島東洋カープ1回戦の試合前、木村さんは本塁付近でシートノック中に突如として意識を喪失し、そのまま倒れ込みます。直ちにその場で関係者や両チームの選手、救急隊によって AED で蘇生処置を受けた後、広島大学病院に緊急搬送。医師による検査などの結果、くも膜下出血と診断され、そのまま緊急入院して治療を受けていました。そんな中、巨人の選手は木村さんの背番号84をつけて、巨人ファンは現役時代の応援歌、広島ファンも広島在籍時の応援歌をそれぞれ熱唱し、頑張れ頑張れ拓也とエールを送り、復帰を祈っていました。しかし、意識不明の重体から容体は改善することのないもの、その5日後の4月7日3時22分に入院先の病院で息を引き取りました。37歳でした。なお、清武球団代表は同日の記者会見で、搬送された時点ですでにレベル5の最悪の状態だったと状況を語り、目立った前兆はなかったものの、広島入り直前に関係者に対して、ひどい頭痛に見舞われて2時間ぐらいしか眠れなかった、食べる量は変わらないのに痩せたと話していたといいます。この悲報を受けた原監督は、なんとか奇跡を起こしてほしいか、まあ、それだけを思ってました。しかし、叶うことはできません。葬儀、告別式は4月10日にそれぞれ広島市内で営まれ、3000人以上の多くの関係者やファンが詰めかけ、別れを惜しみました。そして、4月24日には東京都内でお別れの会が行われ、告別式に参列できなかった巨人の選手、関係者や、当日の試合のため東京入りしていた広島の選手も参列、改めて個人との別れを惜しみました。同日の対広島東洋カープ戦は追悼試合として開催され、この試合の始球式は当時小学5年生の木村さんの長男が、父が巨人でコーチをしていた時のユニフォームを着て務めました。同日の試合では、いやだな、左中間へ飛んだ、卓球は木村拓哉へ思いを届け、逆転の満塁ホームランになりました。同級生の谷吉智が木村拓哉に捧げる逆転の満塁ホームラン、思いは届きました。東京ドームは総立ち、オレンジのタオルが揺れる中、天国から木村拓哉さんが笑っています。同級生であった谷義友選手が逆転満塁ホームランを打ち、7対3で巨人が勝利。谷選手は試合後に、もう拓哉とはずっと同級生で、もういつもいつも励まし合って、このプロでずっとやってきたんですけど、もう先に行かれて本当に悲しくて、もう いつも泣かないでおこうと思ったんですけど、涙が全然止まらなくて、なんとか今日の試合はとにかく勝ちたいと思って臨みました。原監督をはじめ多くのファンや関係者に愛された木村さん、いい人ほど早く天国に行くと言いますが、本当その通りですよね。もし存命なら今でも巨人のコーチをやっていたでしょうし、残念で仕方ありません。しかし、木村さんが残したプロ意識などは、当時木村さんの背中を見ていた多くの選手に受け継がれています。ぜひ天国で巨人の行く末を見守ってほしいです。
最後まで動画をご視聴いただきありがとうございました。コメントを残してくれると嬉しいです。チャンネル登録高評価もぜひお願いいたします。それではまた。